萌木箱亀は、波も高いし石めか箱亀属に分類される亀。最大校長19.8センチメートル。雌ゆで、あまり校長は変わらない。廃校は、ドーム状に盛り上がり、中央部よりも、やや後方で、最も高高が高くかつ幅広い。高甲板は小型で、細長いくさび型。復興は大型で、切れ込みが入らない。 左右の交換板の継ぎ目が摩耗することが多く、融合したように見える。蝶津貝は属内でも発達し、復興を折り曲げて、廃校との隙間を完全に閉じることができる。頭部は中型かやや大型。粉炭はあまり突出せず、上顎の先端は針状に弱く尖る。頭部の色彩は黄色や暗黄色、肺褐色で緑を帯びる個体もいる。 種小苗ガルブイニフランズは黄緑色の前頭部の胃で和苗も頭部の色彩に由来する。卵は長径5 7トル、短径2 8トルの楕円型で、殻は白く硬い。孵化直後の幼体は高長4.5から5トル。幼体は C 幹般にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、孵化直後の容体は 後部円管板の外縁が弱くノコギリ状に尖る。キールや円管板の突起は成長に伴い消失する。左右の高管板のシームが明瞭。アシュラ・オースモエギ箱亀のアシュ賞シミをブーレティは本種を記載したルネレオン・ブレイへの懸命。ドーム状の廃坑や発達した蝶津外、頭骨の形態、陸性傾向が強いことから本種と迫る箱亀で、 オカハコガメ属シスタクレミスを形成する説もあった。分子系統学的解析から本種と、迫るハコガメが単系統群ではないことが判明した、ため、オカハコガメ属を認めない説が有力。三シュに分かれ、アッシュカンボジアもエギハコガメを独立種とする説もある。過去には、海南島の個体群を、ウアーゴの先端が尖らないアッシュ ハイナンモエギハコガメ CG ハイノネンシスとする説もあったが単に上顎が摩耗した可能性があること大陸部の個体群と海南島の個体群の間に明瞭な異がないとされることから元アッシュのシノニムとする説が有力本種とヒラセガメの飼育下で交配されたと思われる主観雑種が海南島に分布するアッシュノコヘリモエギハコガメ CG セルロタとして記載されたこともある 一方で、識別形態が不明瞭であったり、中間型の個体が見られること、詳細な模式産地が不明なこと、アシュ、ラオスモエキハコガメを元アシュのシノニムにする説もあるなど、残るアシュの有効性も疑問視する説もある。産地や丘陵にある森林や下媒が密生した、矢口などに生息する。植生は雑食。繁殖形態は乱生。 飼育下では1回に1から3個の卵を産んだ例がある。卵は28摂氏29度の環境下で65日、72日で孵化した例がある。中華人民共和国では食料や薬用とされる。開発による生息地の破壊、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより生息数が激減している。生息地では保護の対象とされている。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。神経質なことに加え輸送状態が悪かったため、飼育難易度の高い種とされていた。2000年に、ハコガメ属全種がワシントン条約付属書通に掲載されたため、流通量は減少した。日本国内では2004年に札幌支援残動物園が初めて飼育化繁殖に成功した。ありがとうございます。